今から40年前に発生した昭和58年7月豪雨。1983年7月20日から23日にかけて、浜田市、益田市など島根県西部を中心に梅雨末期の集中豪雨に見舞われました。浜田市では23日に1時間に91ミリ、1日の総降水量が 331.5 ミリに達するなど記録的な大雨となり、崖崩れ、土石流などの土砂災害、さらに河川の氾濫が至る所で発生。死者・行方不明者は合わせて107人。住宅の全壊・半壊は延べおよそ3000棟。被害額は4020億円に上る未曾有の大災害となりました。住民の皆さんは避難の準備を始めてください。今月4日、浜田市三隅町、大雨災害を想定して行われた浜田市の防災訓練です。58豪雨で大きな被害があった三隅町の中心部ではおよそ330人が参加しました。参加した住民は自宅から避難所に指定されている市役所の支所や近くの公園へ足早に向かいます。あと体調良好です。体調良好です、ね、はい、はい、分かりました。こういう行事に参加しておいて、一緒に逃げたり、一緒に助け合って逃げたりできたらいいなと思いました。58年からも40年という節目の年になりました。訓練の責任者、今田正道さん、69歳。40年前、目の前で起きたあの大災害を思い起こしていました。こちらは支所の屋上から撮影した三隅の街並みです。40年前の豪雨で町内を流れる三隅川が氾濫、町の中心部は濁流に飲まれ、住宅は2階部分まで浸水、周辺一帯が冠水しているのが分かります。今田さんの家は当時の町役場近くにありました。この家は昭和58年の7月20日に、引き渡しをしてもらいました。残念なことにその前日23日の未明に、この水害に遭ってしまいまして。当時自宅は新築直後、7月24日に入居予定で引っ越し準備をしていた前日の23日にあの豪雨が襲いました。入居目前の新居は2階近くまで浸水、しばらくは1階が使えず2階だけでの生活を余儀なくされました。ここに線が出始めたんですよね。これがその当時の水位でずっとあるんですけど、だいたい2メートルぐらいですかね、高さが。40年が経った今も壁には爪痕が残されていました。役場職員が救急搬送したり、みんなすべて救急車に乗って病院まで送るような仕事も兼ね取りましたので。当時三隅町職員として被災者の救助に当たった田中秀夫さん、自宅は床上浸水の被害を受けましたが、通常の業務に加え被災者の救命救助対応にも駆り出され、自宅の復旧にかかる時間はなかったといいます。未曾有の災害を受けて県は三隅川の拡幅など改修を進める一方、1990年上流に温部ダムを建設、治水事業を進め豪雨災害への備えを強化しました。しかし大雨が降った時に水の量を制限するのがダムの仕事ですので、これがあるから完全に大丈夫だというものではないと。集中豪雨などで貯水量が限界に近づくと緊急放水を行う必要があり、万全というわけではありません。2018年の西日本豪雨ではダムの緊急放流を行い、下流で川が氾濫、広い範囲で浸水の被害が出ました。いざ何かがあったときに、本当にこの庁舎にですね、登庁できる人が、その職員がですね、何人いるんだろうかという、
すごく不安がありますね。旧三隅町は平成の大合併で浜田市の一部になり、町役場も市役所の支所に変わりました。業務の縮小に伴って職員の数もおよそ30人と40年前の3分の1の規模になり、行政による支援が当時のようには得られないのではないかと心配します。もっともっとですね、隣近所がつながりが深かったような気がする。いわゆる共助という隣近所、連絡を取り合える体制づくりを大事にしていきたいなというふうに思いますね。無理やりにでも避難訓練をして人と人との絆をつかんでいきたいなと。人口減少、そして高齢化が進む中、住民同士のつながりを保っていくことが防災面でも安心できる地域づくりにつながると今田さんは強調します。未曾有の大災害から40年、かつてない極端な気象現象による災害が相次ぐ中、過去の教訓を改めて学ぶことがいざという時の備えにつながります。ずっと上りになってるから、そういうあれがあって、この集落はほとんどこちらに今お話をトータルで聞いてて、この写真ってとてもちょっと大切な意味を持ちそうですね。この当時の